度買ってみて入れてみたら非常に使いやすくて、はい、これウッドランタンと言いまして、うんうん、あもうぜひ触ってみてください。おお、はあ、はあはあはあ、これはなんかちょっと新感覚というか、ちょっとそうですね、はいはい、じゃあこのまま、はい、第5位ですかね。第5位ですね、はい、第5位はこちらのテーブルです。あこれ、はい、おこちらのテーブルですね。こちらの、はい、スタジオ Q ビーイングさんという方が、スタジオ Q ビーイング、はい、個人作家、個人の人ですか。ほぼ一人で、家具を作られている方なんですね。今は、はい、その人のテーブル、うん、クリーマという、はい、サイトで販売しておりまして、はい、クリーマだけで売ってるんですね。ちょっとごめんなさい、あの、うん、本人には確認は取れてないんですが、あの検索すると出てきます。でウォールナットで、はい、そうです、ウォールナットでサイズもちょうどいいんですね。80センチの60センチ、うん、結構大きめですね。そうですね、ゆったりというかね、はい、で高さが40センチで、はあはあはあ、まあ椅子とかこういったソファーにも合いますし、ちょっとこういう風にお座敷スタイルで下ですね、はい、合います。あ確かに確かに、木の部分はウォールナットが好きでウォールナットに統一したなと思って、あとアイアンの部分はなるべく黒で統一したなと、はい、ああそういうことか。で、ね、ファブリックはこういったオフ白で統一したなと、そういう感じでサイトを構成 したいなという考えで、ね、このテーブルはまさにそれの基本というか、これがサイトにあると安定するみたいな、理想のアイテムだったんですね。そうですね、これもついてるんですか。はい、Q ビーイングさんのところにお邪魔して、はい、あのちょっと僕も一緒に手伝いながら作らせていただきました。はい、あじゃあこれは非売品かもしれないですね。下の形、あそういうことですね。これ今値段載ってますけど、はい、62,840円、はい、そうですがこのテーブルの価格。そうですね、このサイズだと、はい、でこの下はちょっとまだ分からないってことですね。そうですね、はい、決してついてるわけではなくて、そうです、これはまあ別で手に入れるってことですね。そうですね、あ、はい、まあ、これはあるといいですね。でもそうなんです、あの安定します、今これはくっついてると、はあ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 、でこれは要するにこの足がこう内側に折りたためるってそういう話ですか。そうなんです、すごく薄くなるんですよ。ちょうどこの薄さにこの足が入るのでこの薄さになります。ははは、なるほどなるほど、はい、セダンなので車が、はい、大きいんです、うんうん、薄かったらちょうどいいとこに収まって、うん、その上にまた物を置いたりとかできるので収納にも優しいなと思います。もしかしたらこうデザインが変わってるかもしれないですが、ほぼ一緒のデザインで今そのクリーマっていう、まあ、じゃあ、 まあ一回クリーマを見て買ってくれと、はい、いうことですね。はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあ上上がって次行きましょう、はい、今が第5位、じゃあ、はい、第4位、第4位はイナウトのサックボックスになります。全部セットってことですか、この右と左。そうです、これボックスがこれ1個で単体で売ってます、はい、それで今4つ買いました。これが1、そうです、これが2、そうです、これはこれは蓋、蓋も別で売ってます。ああはあはあ、一個一個別で売ってる状態です。この黒いのから上ってことですね。そうなんですよ、これね、こう、あーはーはーはー、分解できる、上と下で今重ねてる状態です、うん、ボックスを、うんうん、置いてるだけってことですか。そうです、置いてるだけです。1,2,3,4、はい、プラス蓋、はい、そうです。とこれ、こちらはすみません、はい、僕自分で自作しました。あ、そうなんですか。はい、あのイナウトさんでもこのちょうど間を綿がする板があるんですけど、ちょっと自分にはもうちょっと距離が欲しいなと、ちょっと短かったんですね。あ、そういうことですね。あとはまあ自作が僕好きなので、そういったところで、はい、作ってみたいなと思ってやってました。これそのどういったところが気に入ってるんですか。やっぱり見た目がおしゃれだというのと、うん、あとはボックスなので中にこういろんなものが入るので、あ今はあの食器をがっつり入れてるんですけど、はい、こういった食器ワイングラスもあるじゃないですか。あ、はい、こういった食器を一箇所にまとめられるっていうのが非常にいいですね、はい、今まではこういうのなかった時はちょっとまあバッグとかそういったものに入れてたんですけど、こういう風なボックスに入れておくと全体的にもインテリアになるし、中開けたらいっぱい収納力もあるし、はい、収納力もあるしみたいな。で棚にも使えてますもんね。はい、そうですね。でこれ間仕切りは最初からあるんですか。はい、あります。これちなみになんですけど、はい、今こう4つあって、はい、2段重なってるじゃないですか、はい、下はどうやって開け閉めするんですか。下はもう1回積むと下は開け閉めできないです、ね、あ、そういうことですね。その代わり設営する前にいろんな道具を入れておくんですけど、うんうんうん、設営するという時にここから出していろんなところに使って、まあ、これとかこれとかこれとか、まあ、これとかを基本的にこう出しっぱなしにするアイテムを入れておけば、はい、そうです、まあ、特にこう開け閉めしなくても大丈夫だからということですね。そうです。
なるほどなるほど。これ いくらですか。これがですね、はい、ボックス一つが確か2万5000円か2万8000円ぐらいだと思うんですね、1つが。じゃあ4つでまあ10万そうですね、とかぐらいで、で蓋が2万5000円の3万円ぐらいだったので、はい、あ蓋結構するんですね。そうですね。で全部合わせると15、6万ぐらいだったと思います。で棚は自作をしたと。そうですね。何年ぐらい使ってますか？2、3年ぐらいですかね。2、3年、はい、これ天板がこっちはステンレスなんですね。そうなんですよ。なんでこう厚いものも置けたりします。どんどん置いてね、はい、超通外でつけてるんですけど、はい、実際これはないです。自分でつけちゃいました。あ、そうなんですか。そう、実際は蓋をこういう風に取って物を入れるみたいな。ははははじゃあアレンジしたんですね。アレンジしました。蓋つけた時は片手で持って片手こう開いてこう入れたいなと思ったんで、うん、つけました。つけたんですね、はい、なるほど。じゃあ第4位がイナウトさんのスタックボックス、スタックボックス、はい、もしくはスタッキングボックス、スタッキングボックスの、はい、コラボセットみたいな。そう、ね、コラボですね、はい、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。では第3位、はい、お願いします。第3位、あちらの薪ストーブになります。お、第3位に入るんですね、はい、これですね、はい、これ気になってたんですよ。あ、本当ですか、はい、こちらは、うん、ウッド&バーンという韓国のメーカーでして、このストーブの名前はマイストーブと言います。まあ、まず窓がでかくて火がよく見えると、うん、こういった台の上に置いてるのでこう見た目にもこう視線が下じゃなくて上に行くので、うんうんうん、気に入ってるんだと。このデザインも好きなのと、うん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 、あとは今もう薪なくなっちゃったんですが、はい、薪をここにこう入れられるんですよ。あ、でしかもこれ地面につかないから、そうです、ね、乾くというか、はい、薪置きにもなると。そうですね。はあ、なるほどね、はい、であとはしまうときはこの台をひっくり返して、はい、こいつを中に入れると、うん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 、ほぼこのぐらいの台と同じ四角になるんだ、はい、これってこの台の上にこれ乗せてるだけなんですか？あ、乗せて、で今ここで固定をしております、ね、あ、そうですよね、はい、あ、それはもうしないと危ないですもんね。そうですね、危ないですね。あ、はあ、はあ、はあ、で正面のガラスがあって、これどこから開けるんですか？はい、こちらですね、はい、こうして、ここで開けるんだ。はい、そうですね。であとこちらのストーブのいいところは、うん、二次燃焼機能がついてまして、はい、ここから空気が入って、はは、まあ、こういうふうに調整できるんですけど、空気が入りまして中にあの穴がありますよね、うん、はい、でそこにその空気が温められた空気が出てきて、なんか中で燃え切らないガスをさらにそこから燃やして二次燃すると。あ、じゃあ結構こう燃焼効率がいいタイプなんですね。あ、いいですね、はい、非常にいいと思います。すっごいあったかそうですね、はい、でこれあの煙突、そうですね、この形なんですか最初から？いや、僕がアレンジしました。まっすぐなんですか最初は？そうですね、まっすぐでして、はい、煙突の太さも本当はこの太さが純正なんですけど、はい、あ、この こっちですね、はい、はい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 、はい、自分今 G ストーブを前使ってて今再利用しています。あ、そうなんですね、はい、なんでその G ストーブのストーブは直径60ミリなんですけど、ああ、こっちは70か75かな、うんうん、ちょっと太いですね、はい、アジャスターをちょっと今見えないんですけど、はい、中に埋めてて、ああ、まあ、ちゃんと密封できるようにして。そうですね、はい、煙突もやっぱあの暖房器具の一つだと思ってで、あったかいから、なるべくテントの中で煙突を、なるほどなるほど、置いておきたいなと。ああ、そういうことですね、はい、っていうのと、あとちょっと僕穴開けたのがこの位置だったので、はい、このまま下に置くとここにストーブを置くので、うんうんうん、どうしてもやっぱ動線でぶつかってしまうので、はははは、少しこの、はい、S 字を使って少しあの外側に、なるほどなるほど、はい、移動します。ただおすすめはできないですね、このやり方は。 それは何故ですか？ちょっとこう危ない、うん、やっぱり安定感が。これ穴開ける位置は自分でやるんでしたもんね、はい、確か。そうです、そうです。あ、じゃあ1回開けたら、そうですね、やり直しはまあ聞くけど、そう、ちょっとやりたくはない。そうですね。あ、なるほどね、そういうことか、はい、これちなみにあの韓国のメーカー。そうです。おいくらですか？こちらは8万8000円で売ってます。日本でも代理店がありまして、はい、このウッド&バーンジャパンだったかな、はい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 、そこでの価格は今8万8000円ですね。あ、はい、結構いい値段する。結構値段です。これも初めて見たんで見れて嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ戻って残り2ついきましょう。はい、片手でこうやって持てちゃうぐらいです。正直めちゃくちゃいいです。すごいなと思ったのが、これ1個ずつ溝が掘られてるんですよね。キャンプ道具ベスト10第2位。第2位はこちらのソファーです、はい、あ、これ座ってる。はい、こちらソファーです。これはこちらは、はい、
日本のブランドなんですけど、はい、アウトプットライフっていうアウトドアブランドになりまして、はい、そこが出してるエアグランプソファーっていう名前です、ね、エアグランプソファー、はい、3ピースタイプですね、うん、2ピースタイプと3ピース1個ずつ、はい、そうですね、軽いですね結構。あ、そうなんです、軽いんですよこちら。めっちゃ軽い、はい、これすっごい軽い、びっくりした、はい、これはフレームがプラスチックとかそういう感じだからなんですかね。いや、あの、ね、金属なんですけど、はいはい、あのこういう風にバランスすることができて、はい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 、はい、で、こう関節はプラスチックなんですけど、はい、あ、素材なんですかね、金属の軽い素材、ね、アルミとかですかね、アルミですかね、はい、すっごい相当軽いですよこれ、はい、で全部バラせます、こことかこことか、うん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 、こことか、まあね、全てバラして、組み立てるんですね、はい、どれぐらいなんですかサイズ。サイズはですね、ちょっとしたあの収束タイプの椅子ぐらいの収納になります、はい、まあ、このぐらいの太さで、はい、このぐらいの長さ、まあ、このぐらいの長さですね、長さでまとまります、はい、でこれはどうなってるんですか。こちらですね、空気で、あ、だからだ、そうなんですよ、ふわふわしてたんだよ、はい、この空気穴なんで、はい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 、入れてプシューってなってしまうときはペッタンコにして、これと一緒にぐるぐる巻きして、でこれも取れるから。そうですね、なるほどね、はい、こんな感じですね。はぁ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 、すごいなこれ、超アイデア商品ですね、はい、でこちらはカバーは実は純正なんですよ、自分で自作して作りました。この白いのですか。そうですね、純正はあのベージュとカーキだけだったので、自分はファブリックはオフ白に統一したなと思ったので、うん、自分でこれを作ってみました、うん、あ、ちょっとじゃあつけてもらいました。あ、つけてみましょうか。はい、せっかくです、はい、じゃあ、まあ、キャンプサイト着いて準備するときにもこれをもう1個ずつ作ると、はい、毎回。そうなんですよ、それがちょっと大変でした。あ、まあ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 、まあ、この簡単に作れるとはいえ結構組み立てる量がありますもんね。そうなんですよ、ただまあこれを作って、うんうん、このアスガルドの中に置くと、うんうん、雰囲気が ね、 そうですね、またグッとね、そうですね、ほんとグランピングにより近づくというか、はい、なるほどな、そういうことですね、はあ、まあでもこれ座り心地としてはやっぱこうエアーだから、はい、かなり柔らかいというか、あ、ふかふかですね。そうですね、ちょっと今、うん、ちょっとエア漏れしてます、うん、そっちは特にちょっとですね、はい、ちょっとやばい、はい、あー本当だ本当だ、こっち座るともうちょっといいかもしれないですね、うんうんうん、あ、確かに、あ、ね、順々にね、そうそうそう、ちょっとエア漏れしちゃいました、ね、はい、僕は嫌いじゃないですよこれ。あ、そうですか、はい、よかったです、こういうの全然嫌いじゃないんで、でこれがその何本ぐらいですか。こちらはですね、3つセットで4万8000円だった、はい、当時は、はい、4万8000円ぐらいで買いました。あ、じゃあ2つセットだと、まあ、もうちょっと安くなる、そう3万いくらとかそんなのかね、多分そうですね、3万後半だったと思います、2つセットは、はい、確かにあのこのキャンプスタイル、このねグランピングスタイルだったら非常にねいいですね、これ、はい、居心地もいいし、はい、で、まあ、クッションとかも置いて、そうですね、クッションの中に寝袋入れてますね、そして、あ、この中に、はい、寝るときはこれを開いて、あ、そういうことか、はい、無駄なスペースにならないので、ここに入ってるんですか。そうですね、寝袋ってどうしても使わないときはこう、ね、スペースとしてちょっともったいないなと思ったんで、はい、ちょっと見ていいですか。アイスどんな感じか、うん、あ、ほんとだこれダウンハガー、ダウンハガー、あ、そうです、あのモンベルですよね。あ、そうです、すげえ、これは確かにとてもいいアイデアですね。あ、ありがとうございます。そう、車が本当にスペースないもんで、なるほどな、普通の寝袋を入れるのもいいけど、クッションもでも欲しいし、うんうんうん、じゃあこんなが入れればいいなと。こっちも入ってます。はい、こっちも入ってます。はい、素晴らしい、これは、うん、このアイデアはね、多分ね、この動画見てめっちゃ真似する人いると思いますよありがとうございます。じゃあ、あの残すところあと一つになりました、はい、第1位、はい、よろしくお願いします、はい、第1位はこのテントです、はい、テント、はい、アスガード 19.6 は僕の第1位です。なるほど、このテント の、はい、あの良さだったり、はい、なんかこう機能的なところをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、やっぱこのテントの良さは何といってもこの広さ、空間だと思います。これ何人用ですか。公式だと、公式だと12人ぐらいだったと思うんです。8人か12人ぐらいだったと思うんです、うんうん、すいません、ちょっとホームページ、はい、あの見ないと分かんないですが、確かその辺だったと思います、うんうんうん、はい、で、まあ、直径約5メートルで、5メートル、そうですね、の円、はい、で普通の5メートルより立ち上がりが、はい、あるので、はい、あの普通の5メートルのワンポールよりかは
非常に広く感じる。ああ、はい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 、確かに確かに、はい、そうか、これが一回外に行って下がってるから。そうですね、本来だったらこうってことですもんね。そうですね、全然違いますよね。はい、 あとやっぱり色が、はい、このオフホワイトの色が非常に明るいかなと、うんうんうん、昼間テントの中にいても、うんうんうん、外今まさに明るいですもんね。そうですね、この明るさいいなって僕思って。確かに、はい、その前はもうちょっとカーキのテントとか持ってた時もあったんですけど、中にいたら暗いんですけど、このテントだと昼間中にいても気持ちいいなっていう、そんな感じがします。あ、それはちょっと僕盲点でしたね。気持ちいいですね、こう、うん、明かりがあるとね、うん、ただ逆に夏どうですか。はい、夏は暑いです。やっぱ暑いですか。はい、夏は暑いんで、もうタープを張ってタープの下で過ごすような感じになりまして。あ、そういうことですね。はい、もうここは寝るだけと、うんうんうん、なのであんまりこのテント夏は実はあんま使ってないですね。あ、そうなんですね。はい、一応通気口はまあ下、そうですね、窓5個あって、はい、まあ、入り口があると、はい、で入り口は片っぽなんですね。そうなんですよ。で上はまあ一応こうベンチレーションというか、そうですね、少しだけ通気口があるっていう感じですね。そうですね。さらにこう直射日光当たるとね、まあ、それはまあ、うん、テントの中の夏は地獄ですからね。うん、そうですね。天然のサウナですからね。そうですね。まあでも冬とかは確かにこういう風にいろいろ機材も多いですし、はい、薪ストーブが使えるっていう意味ですもんね。そうですね。なるほど。でこのテントを買った時にあそこに開けたと。はい、そうですね。今だったらどこに開けるとかあります？まあ今でもやっぱ僕ここに置いて開けますかね、やっぱなんだかんだ言って、うんうん、はい、もしかもうちょっと外側にしたかもしれません。かなり広いですもんね。これちょっと一回じゃあ外でぐるっと一緒に回ってもいいですか。はい、でかいですね。でかいです、ね、かなりサイズは、はい、まあ、入り口もね結構ありますね。そうですね、言うと入りやすいというか、はい、入ってすぐこう立てるっていうのが、うん、ね、そうですね。この高さも結構あって、あ、これなんなんですか、これ、これスカート的な。これはですね、はい、ちょっとした日差し、かなり短いですけど、ちょっとした日差しの効果あります。あ、はい、これ設営ってどんなもんですか。設営はもう慣れてきますと、はい、20分ぐらいで一人で。そうですね、はい、ちょっとペグの数はかなり多いんですけどね、はい、慣れてくると思います。あ、これ何ですか。こちらノルディスク の社長オーナーであるエリック、はい、のサインです。ああ、そのもう本国の。そうですね、ノルディスクミーティングっていうノルディスクのオーナーだけが集まるキャンプのイベントの時に、はいはい、そのエリックとか本国デンマークの社長とか、はい、いろんなサイトに来てたんですよ。でうちのところに来た時にエリックちょっと書いて書いてみたいな感じで無理やり書いていただいてます。あ、そうなんですね。はい、はいいですね、はい、風とかそういうのに対してはどうですか。ふもととかよく行かれるんですよね。はい、風には、はい、強い方だと思います。うん、やっぱワンポールでほぼ円錐なので、うん、こう風がこう来てもこう逃がすような感じで。確かにね、はい、四角いテントとか、うん、トンネルのテントと比べて風には強い方だと思います。これテントの下は何か引いてるんですか。テントの下はブルーシート的な。そうですね、ブルーシート的な黒いシートを引いて、はい、その上に純正のこのグランドシートを敷いてます。ああ、そっか、これもくっつけてるんですね。そうなんですよ。僕これ立てたことないんで、はい、ペグの位置間違えたら閉まらないですよ。それは僕設営するときこれ上と下ファスナーつけたまま、もうくっつけてるんですね。そう、くっつけたままもう畳んで、あとは設営してみたいな感じでやってます。なるほどなるほど、はい、あ、そういうことですね、はい、であそこにまあ出てて、はい、コットンっていう素材が、雰囲気は、素材感がですね、雰囲気は僕は好きですね。優しい感じがして。これ何年ぐらい使ってます。2015年ぐらいに買ったので、はい、今2022年ですよね。7年ぐらいですかね。7年で何かこう不具合とか、はい、あ、ここちょっと壊れちゃったなとかあったりします。特に。そうですね、特にないですね、うんうんうん、汚れがちょっと目立ってきたっていう具合で。これってさ、まあ、要するにこういったところですよね。そうですね。これなんかやっぱさすがに、そっか、どうやってメンテしてるんですか。あんまメンテしないです。あ、まあ、でもメンテせずこれだったらね、泥汚れとかついちゃった時、うんうんうん、例えば雨降って地面の土が跳ねちゃった時は、うんうんうん、違う日に乾燥させて、はい、乾燥させるとこう土汚れって取れやすくなるので、うん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 、その時にたわしでこうブラッシングしたりとか。なるほど。そういうメンテナンスはしてたり、うんうんうん、あとは、まあ、まあ普通にほうきで履いたりして掃除をしたり、はい、毎回毎回掃除はしてますが、うんうん、大きなメンテナンスは特にはまだしないですね。あ、なるほどね、はい、じゃあ第1位がノルディスクの
アスガルド。アスガルド。アスガルド。アスガルド 19.6。19.6。はい。ちなみにあのノルディスクっていうのは、はい、どれぐらいテントの種類があるんですか。結構あるんですか。結構ありますね。あの大きく分けて、はい、こういったコットン系のナチュラルな感じのテントと、うんうん、あとは山岳用のテントとか、うんうんうん、あのそういったタイプに分かれてまして。うんうんあのこういったコットン系のタイプですとこのアスガルドっていうタイプのシリーズが一つ、うん、あとアルフェームっていう立ち上がりのない三角のタイプ、はい、あ一般的なワンポールテントみたいなはいそうですね、うん、あとはウッドガルドっていうちょっとお家のようなタイプとか、うんうんうん、結構たくさんありますね、うん、ノルディスクのアンバサダー的に、はい、ノルディスクのこう良さっていうのはどういったところノルディスクの良さデンマーク北欧の国なんでやっぱ北欧のデザインというか雰囲気がはいもうシンプルで無駄がなくてでも実用性というかそういったところに惹かれますね、はい、ブランドとしては結構歴史がじゃあ長いんですかねあ長いと思いますよ、はい、それでまあ日本に本当だから僕がキャンパー取材をし始めて最初の頃はポツポツうんうん、だったんですけど、はい、急に増えてきてそうっすよ、ね、っていうのをすごく僕自身も実感してるんで、はい、なんかねあのとてもなんか特徴的な、はい、なんか他にないテントメーカーなのかなっていうふうに勝手にこう捉えてたんですけれども、うんなるほどね、ありがとうございますいい、はい、僕せっかくなんで、うんはい、あの1点だけ気になってるのがあるんですけどあはいどうぞあのケトルあこのケトルはい、はい、それは、はい、その純正でそのまんまなんですかあこれ自分で革を、はい、あのつけてみましたあこれはいあそうなんですねでもめっちゃ熱いのでわざわざ革手袋するのめんどくさいなと思ったんで革を自分で巻いてみましたこれつけたら持てますあ持てますねはいうん、うん、沸騰しててもそうですねじゃあそうなちょっとでも、まあ、ちょい熱いちょっと気合い入れないとちょっと危ないかもしれないですけどはい、はい、ホーローですかホーローですはいのペトロマックスのケトルと、はいはい、いやこれもまたかっこいいなと思ってたんでちょっと聞いてみましたなるほど今日はあのいろいろとお聞かせいただきありがとうございます、はい、あのノリディスクの良さも十分実感できましたけど ありがとうございます、はい、あの引き続き、はい、キャンプを楽しまれてください ありがとうございましたありがとうございました